おはようございます。ジンムです。今日も集まりやっていきます。今日はですね、とある企画に参加しようかなと思います。それがお化粧品などで有名な資生堂さんが集まりを舞台にみんなで撮影スペシャルムービープロジェクトカメリアというものを開催していて、これがどういうものかというと、資生堂さんのツイートがこちらです。世の中がこんな状況だからこそみんなで一つになって明るい世界を描きたい。皆様の自由な発想で集まりで撮影してぜひご応募くださいということで、みんなからね募集した動画とか画像でミュージックビデオかな、スペシャルムービーを制作するとのことです。まあ、要はみんなでそれぞれ撮影して完成させていくと。リリアちゃんが可愛い。で、今日はねそれをジム自身も撮影してみたりとか、あとみんなもね撮影方法とかわからないかなと思うので、ぜひねみんなにも参加してほしいと思ったのと、あとジムもね、ジム自身のお友達もねおすすめしてくれたので、ちょっと今日は紹介していこうかなと思います。参加方法はこちら。ご自身の任天堂スイッチであつ森プレイ画面を録画、 Twitter で資生堂さんのアカウントをフォロー、資生堂 ACNH ですね。応募する撮影動画をハッシュタグと応募するカット番号とともに投稿っていうことで、カットっていう概念がね今回あるみたいです。絵コンテってみんなわかるかな、こうアニメとか作るときにコンテを書くんだけれど、今回資生堂さんがそんな絵コンテみたいなのを用意してくれてて、それがこちらです。全部で11種類かなあって、で自分がどのシーンを集まりで再現するかを決めてツイートするという感じになります。でその撮影する時の衣装みたいなのも前デザインも公開してくださっていて、早速ダウンロードしに行きたいと思います。じゃじゃん、資生堂さんが公開してくださっている前デザはこんな感じで、資生堂さんはねお化粧ブランドなので眉毛とチークが用意されている。しかもこのチーク結構ジムのもともとつけてるチークに似てない？ちょっと眉毛生やしてみる。あ、でも顔のね眉毛がちょっと空いてないので、まだ枠が空いてる方はぜひこのチークと眉毛も試してみてください。眉毛を描くとね随分雰囲気が変わるよね。そしてこれが資生堂さんの今回のロゴですね。美しい赤に白のお花が描かれています。で、こちらです。お洋服が6着公開されてますね。ジム的に一番気になっているのはこのシンプルなドレスですね。こちらをじゃあダウンロードさせていただいて、あとこのラフなねジャケットも入れようかな。浴衣もあんまり和風エリアはないけれど、とりあえず着てみたいので入れさせてもらいましょう。なんかちょうど赤い靴が売ってるのでこれも買おうかな。とんがった靴の赤買っちゃいます。じゃあ早速試着してみましょう。資生堂レッドドレスがこんな感じです。おお、シンプルだけどすごいシュッとしたデザインで、若干細かいプリーツが入ってるのかな、ちょっと動画で見えるかわからないけれど、縦にね影がついていて、こう回転すると影が浮き出て可愛いかなと思います。資生堂レッドジャケット1。おお、これも基本的にはシンプルなんだけど、小さくこの椿のモチーフが浮き出てますね。いや、これもいいね。ちゃんとズボンを履かないとだけれど、スッとしておしゃれになっております。あと、資生堂レッド着物、じゃじゃじゃ。わあ、これは細かいね。おー、すごい細かいディティールがありますね。小さな青の椿かな。椿って青もあるのかな。も描かれていて、美しい感じになっています。これをね着て撮影してもいいし、多分別にこの衣装を着なくても撮影は問題ないかなと思います。ちょっと全身コーディネートしてこようか。ジム的にはこのジャケットにズボンを合わせて着ていきたいけど、黄色と組み合わせても意外と可愛いかな。ちょっとラフすぎあ、オレンジのスカートだったらセーフかな。これだと真っ赤すぎるもんな。パンツスタイルだとこんな感じかな。でもちょっとあんまりいいズボンを持ってなかったので、ワンピースの方にしようかな。
さっき買った靴、思ったよりとんがっているから、ちょっとこの服には合わないかも。あ、このストラップシューズの赤がぴったりかも、色的に。靴下を、このフラワードットタイツにして、リュック、じゃあちょっと黄色要素を足すためにお気に入りのスターのポシェットを背負っていきましょう。だいぶいつもとね、ファッションが違うけど、まあ特別な気分になれますね。ちょっとお団子が似合わないのか。ちょっとさ、もうちょっと頑張る。このバリバリキュートでいっちゃう？すごいバリバリキュート。あ、このカンカン帽でもいいか。カンカン帽にしようか。そうすると靴はもうちょっとシンプルな方がいいかな。いつもと違う服でコーデする楽しみもあるよね。ちょっと難しい。普段赤全然着てなかったから。でもまあこの辺りでちょっとシックにまとめるのはありかな。カンカン帽にしたらリュックでもいいかも。うん、いやでもワンピにリュックは微妙か。よし、こんな感じでいこう。ちょっとセンスあるかわからないけど、うん、良きとしよう。でですね、撮影するシーンを選んでいくんですけれど、どうしようかな。いくつか撮ろうか。このシーン2が、街をかける赤いドレスの女性だって。これは、資生堂のブランドカラー赤をモチーフにした服を身につけて、生き生きと街をかける女性を象徴的に描きたい。なるほど。ということで、街を走るか。よし、この辺りでもうパーって走るか。ここちょっとお花がめっちゃ、はい散らかっとんな。ついでにお片付けをしよう。撮影のやり方なんだけれど、いつも通りカメラを起動して、で、このね、インターフェースを右スティックボタンの押し込みで隠すと。で、自分の好きなフィルターを選んで、あ、フランソワちゃんもちょうど赤い服着てる。よし、今だ。ということで、こうやって走りますと。で、走ったら、スイッチのカメラボタンを長押しするとムービーが撮れるので、これ保存してますって今なってます。そうすると、スイッチのアルバムに、この直前にね、走った30秒のね、動画が記録されるので、そう、こっからね、撮影が始まっちゃってるんですけれど、これを切り出しってして、この始めをね、撮影を開始した、走る直前に、切り出して、次へって押せば、この走ってるシーンだけを保存できます。で、これはあとは、資生堂さんのハッシュタグと、あとシーン2っていうハッシュタグをつけてツイートするだけで応募が完了です。あ、フォローも忘れずに。そうすると、これがもしかすると、資生堂さんのスペシャルムービーに、ジンムが出演するかもしれないという仕組みになっております。簡単なのでぜひね、皆さんもやってみてほしい。そして他のシーンも撮っていきましょう。赤い服で登場する多様な人々。赤い衣装を身につけ登場感のあるポーズやアクションを演出。登場感。なるほどね。そしたらここでカメラを起動して、インターフェースを隠してフィルターをかけて、で、この裏から、タタタタタ、あ、ミスミス、もう一回。たたた、うん。ぶつかる。あれ？あ、こっちや。よし、こっから行くぜ。たたたたたーって、集まって、ポーズを決める。あー、ミスった。はい、テイク2、行きまーす。たたたたたーと走ってきて、ポーズを決める。どやどうかな。で、これで、長押しをして保存と。ちょうどね、このエリアが赤っぽいので、いいんじゃないかな。楽器を演奏する人々。なるほど。これはあそこで撮るしかないでしょう。ちなみに、ワンシーン、一人ワンシーンにつき1カットまで投稿していいらしいので、で全部のシーンで撮影して、全部のシーンで投稿してもいいらしいです。うん、ペーターくんかわいい。そして、ペーターくんとジャックくんの音楽屋さんで、モームさんが演奏しているのでここでこれかな、ウキウキにしてこう演奏している感じ。いろんな楽器でできれば個別の寄りも欲しい。なるほど。
じゃあシューって流して、ちょっとノームさんとかにピックアップすると、あ、取れちゃったまあ動画撮影って結構難しいよね。そういう人はあのスクショでもいいということなので、ぜひねスクショでの参加もしてみてください。よし、そしてスクショも撮っておこう。パシャ。咲き誇る花シーン6、これはフランソワちゃん家に行きましょう。ここですね。これジンム映んなくてもいいのかな。あ、じょうろで水をやるべきか。じょうろないわ。諦めて、このフランソワちゃん家のね、お花畑のシーンを使ってもらうために、お花畑だけ映してこの動画を送りたいと思います。あ、赤か椿の方がいいのか。でも椿以外もいろんな花を撮影予定って書いてあるので、きっとよかろう。シーン8、多様な美しさ、自分らしさを自由に表現する人たち。何でもいいのかな。何でもいいみたい。自分らしさか。やっぱ自分らしさはこうやって住民さんと一緒に遊んでるところかな。あ、でも住民さんがここでブーンってしててくれたら、一緒にブーンってしてる動画を撮影したいな。あ、ペーターくんとジャックくんが2人いる。いや、自分らしさは、ジムの集まりの自分らしさは、こういうね、住民さんと楽しく過ごすことだなって思うので、こうやってのどかに過ごしている姿を、自分らしさのね、カットシーンとして、あ、かわいい、投稿したいなと思います。いや、本当に癒し。これが、ジムの一番の楽しみです。はい、いかがでしたでしょうか。今日は、資生堂さんの企画の、あつ森を舞台にみんなで撮影、スペシャルムービー、カメリアプロジェクトに参加する動画を撮影しました。本当に参加方法簡単なので、ぜひぜひみんなもツイッターで参加してみてください。こういう企画がなくっても、動画をね、こう、スイッチに保存しておくと、後から見返した時に、本当にね、幸せな気持ちになれるので、ぜひね、思い出はバシバシ記録していきましょう。最後にぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、チンムでした。バイバイ。